はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は母の日にお母さんだったりご友人だったりカーネーションをプレゼントできるような、ちょっとバスケットにフラワーアレンジメントですねをちょっといけたいと思います。そして私もその完成したアレンジメントを母である家元に今日はプレゼントをしてみたいと思っています。それでは早速受けてみたいと思います。カーネーションのアレンジメントですね、まあ、これは完全にフラアレンジメントですね。こんなバスケットに今日は生けてみたいと思います。これね、こうやって落としが入ってますね。これでまあ水漏れしないってことですね、まあ、これを中に入れるということですね。意外とこれ切るの気持ちよかったりする。角落としてね、花屋さんの仕事ですね、本当はね。でもここら辺多分取り揃えれればねできますよね。この落としが入ってたけどセロファンみたいなのをこうドーンってやればそれでも大丈夫ですね。お花生けていくんですけど、こうアレンジメント作るときにまあ唯一というか大事なのは大きさまず決めるってことね。先にね、この、まあ、バスケットとか器があって、ここから、まあ、こうドーム状に作っていくわけなんですけど、このドームの大きさをどうするかというのでお花の量が全然違うんですよ、まあ、標準的なサイズでいいかなとは思ってるんですけど、大きくもすることができるけど、まあ、お花の量がもう倍以上使わないと大きいのはできないっていうことですね。1段上げるごとにもう倍以上使うみたいな、そんなイメージ、シャンパンタワーみたいな感じ。とりあえずピンクとちょっと紫っぽいやつね、綺麗ですね。スプレーカーネーションですね。カーネーションも2種類あって、こうスプレー咲きねっていうのもありますね。咲き切ってなかったりするのは手でこうちょっとグイグイやると、そうすると面積ね出ますんでね、やってみましょうと。これもですね、こんなもんかね。これでだいたい1個目で大きさが決まるので実は大事です。これでこうなんつうのかな、くるくる回しながらいけてく感じですね。で隙間をなく埋めていくみたいなのが大事です。一番ここの真下ね、真ん中の真下めがけていけるみたいな感じです。意外と刺す量はね、いけばなより全然多いですね。ピンクパープル系で攻めますか。これ大きいですね。これ立派だからセンター行きますか。あ、これで一気に埋まりましたね。ちょっと濃いめのね紫いいですね、これね。皆さんどうですかね、親子の愛を描いたこうストーリーみたいなのってのは何か思い当たるものがありますか。なんか僕がパッと思い浮かんだのはあのアニメなんですけど、母を訪ねて三千里って知ってる？どうだったんだろうあれ、お母さんに会えたのかな。ちょっとなんかそういうなんかね、真面目な少年のねストーリーなんですよ。でどんどんこうね埋めていくように入れていきましょうということですね。ちょっとこの濃いパープルのスプレーカーネーションもいいですね。会えるのかな最後、ね、最後ハッピーエンドか。そう、あ、よかった。なんか最後どうなったかとかってよく分かんないまま終わってしまったな僕の中で。あとちょっとこのこれ何色っていうの、オレンジ色かな、こういうのも入れましょう。僕なんかはあの母との思い出とかっていうのは意外と普通で、幼稚園の時なんかあのママチャリあるじゃない、前と後ろに子供がいる、
普通にあんなの乗ってましたね。僕も乗ってたか乗せられてたっていうかね。ほら母も結構普通にガンガンチャリこいで、ね、やってましたよね。千駄ヶ谷幼稚園ってね、懐かしいっすね。だったんですけどね、まあ、あと本当にまあ仕事も今一緒じゃないですか。あのだからまあ近くにもいますしね、まだなんかこう同居している息子とお母さんみたいな感じなんだよね。勝手にさ部屋を掃除されたりしてさ切れる息子とかいるじゃないそんな感じ未だに。車とかさ、まあ確かに汚いんだけど、勝手に掃除しだしてもうやめてくれよみたいな、そんなんばっかですよね、未だにね。この着物の襟がどうだとかさ、なんか高校生ぐらいの時ほっといてくれって時ない？ほっといてくれよみたいなのがまだこの年になっても続いてるっていうでね、実はねこれね今お花だけでしょ、ちょっとねグリーン入れるといいんですよね僕は思っていて。これキバデマリね、こういうところね、こういうのがね入るとやっぱりね綺麗ですよ。やっぱお花だけっていうよりグリーンが入るといいですよね。ちょっと今日はこう回したりはしないけど、もう回してるようなもんだからね。これねまだね終わりじゃなくて、わかる？ここの足元、ここら辺ね、まだ埋まってないんですよこれ実は、ね、こういうところを今度埋めていきます、まあ、赤いカーネーションもいいけど、ね、こういうちょっとパステルカラーっていうのもう悪くないですよね。ここに出てるところとかいいね。さあお花やってるからさ、別に母の日にお花を母に渡すなんてないっすよね。だからまあ YouTube もねのおかげでこういう機会をいただけてよかったですよ。お、だいぶ埋まってきたね。こういうのもやるんです。こういう感じでね、これだけちょっとさっきの同じパターンね。これはねワックスフラワーっていう、ちょっとねハーブっぽい、ローズマリーってわかる？そういう系のやつです。ちょっとこういうの入れるとアクセントになるんじゃないかと。ちょっとお花付き良すぎるのはちょっともったいないけど取るかという感じです。これ売れるかな？売れそうだよね。いくらで売ろうかな。店とかだと高いかな。くるくる回しながらね、まずまずいいんじゃないですか。やろうと思えばこのレベルぐらいだったりできるかなって感じですね。このレベルがどのレベルかよくわかんないんだけどたまにでもねお願いされてね、花束とかフラワーアレンジメントとかちょっとやってくれないかっていう時があるから、かじってるレベルね。ちょっと入れすぎなんだよね多分ね、本当はね。こんなに入れなくても多分成り立つんだけど、なんかちょっとね怖いというか入れないのが。だから360度正面でこんな感じですね。まあ一応どっから見てもお花がちゃんとあると。行ける時もくるくる回しながら行けてたでしょ。そんな感じですね。はい、お疲れ様でした。それでは今作ったカーネーションのアレンジメントですね、母である家元にちょっとプレゼントをしてみたいと思います。母の日ということでアレンジメント作りました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そう思っていただけるだけでこちらこそ感激です。ありがとう。綺麗なお花、素敵ですね。お花にはそれぞれ花言葉がありますが、このカーネーションには母への感謝の気持ちを込められて、いつもたくさんの方々がお花をお母様方に送ってくださってますね。で今日は本当に我が息子から受け取って私も感激ひとしおです。
母になれた喜び、そして息子がまた立派に社会に貢献していくことを願って、これからもどうぞよろしくお願いいたします。以上さ、よろしくお願いします。固くない、はい、ということで、喜んでいただけたようでよかったなって思いました。まあでも結論的には、まあお花じゃなくてもいいのかと、まあ喜んでもらえるのが一番なので、まあ家元は実はシャンパンが一番喜びます。以上です。